場所連続完全優勝を決めた菊池俊太郎選手です。ではご覧ください。いたしました菊池選手より皆様へ一言ご挨拶申し上げます。今日は暑い中応援ありがとうございました。呉本さんが前で頑張ってくれてその気持ちに応えられてよかったです。また次も頑張るので応援してください。よろしくお願いします。続きまして菊池選手よりクオカードをプレゼントいたします。喜びの声聞かせてくれた菊池選手、なんか完全に苦しい感じ見えませんね。涼しい感じに見えますよ。そうね、いや回復力早いんですよ。甘いと22歳がガッツポーズ見せてくれました、はい、いやどこまで一着続くんでしょう、うん、あもう次はね、まあ、特進がかかってますから、ええまあ、それに向けて、はい、まずはね やはりこう、まあ、A 級戦そうですけど S 級に向けて、うんうん、もうそこのことを山口さんも見てらっしゃいますね。そうですよ、まあ、S 級のことをね、ええ、見てますよね、うん、S 級で戦ってもいいと思うんですよね。力ありますね、はい、立川では完全優勝を決めてくれました静岡111期菊池俊太郎選手のウィニングランご覧いただきました。